アスガルド古細菌は、ロキ古細菌など深核生物に最も近いと想定される古細菌群に対して提案されたウェモン、またはクレードである。アスガルド古細菌は、深核生物に対して、側系統の可能性があり、クレードなどしては他に、深核生物を含む、形の深核生物系類も提案されている。ロキ古細菌の命名は2015年。 アスガルド古細菌の命名は2017年だが、この系統に属す DNA 配列の報告は1999年まで、遡る。伊豆諸島の明神小金棒の推進線330メートルに、ある、ブラックスモーカーから検出された 16A スルナ、配列が最初の例で、この時は、基地の古細菌2回のうち有利古細菌よりもくれん、古細菌に禁煙と考えられたことから、 DHV クリーナーキオティックグループ1と呼ばれた。その後も時折検出例があり、いわゆるドサグや MBGB も後にアスガルドコ細菌と呼ばれる系統の一部であった。このために2019年現在でもドサグ MGBB と呼ばれることが稀にある。培養が極めて困難なため、これらの報告は大半が16へするな配列であった。2008年に よりクレンコ細菌のコアグループに近いタウム、コ細菌がクレンコ細菌から分離されるまでは、クレンコ細菌の一部と認識されていた。2015年には、ロキコ細菌が提唱された。これは、2010年に、北極海のガッケル海嶺にあるロキの城と呼ばれる、熱水粉出口の付近から採取されたサンプルから、ゲノムを再構築したもので、これにより、一気に研究が進んだ。 2017年には、ロキコ細菌や、それに禁煙ないくつかの系統、オーリン、ヘームダルを含む、縄文相当のグループとして、アスガルドコ細菌が提唱された。2018年には、ロキコ細菌とヘームダルコ細菌の可視化が行われた。2019年には、アスガルドコ細菌の新しい門として、ヘルコ細菌、ゲルドコ細菌が発見され、フレイや、ケフィオン、フリック、 イズン、カーリ、バルドル、ヘーダー、ラグコ細菌が提唱され、2020年にはシフコ細菌が発見、ブロックコ細菌、ホットコ細菌、ウーコンコ細菌が提唱されている。長く培養はされてこなかったが、2019年にキャンディデートシャスプルミエチオアルケウムシントルフィカムの集積培養が報告された。この報告では、最初にサンプルが採取されてから、 プレプリントが出るまでに12年もかかっている。平均直径は500ナノメートルと小さく、成長速度は倍化時間が14から25日、定常期に到達するまでの期間が3ヶ月と遅い。この系統に所属する古細菌は、代表系統である老気古細菌にちなみ、北欧神話の神の名がほとんど付けられている。その中でもヘイムダル古細菌が、深刻生物に最も近い位置に、 多くの系統解析で置かれる。バイオ株はほとんど得られておらず、断片的なゲノム情報と、蛍光染色法による細胞形態程度しか情報が得られていない。新核生物様の遺伝子を大量に保有することが特徴で、低分子量 GTPRZISC トシリーズ、系統によってはチューブリンに相当する遺伝子も見つかっている。2019年にロドプシンファミリーとして、 タイプマイナス1ロドプシン、ヘリオロドプシンに加えて、これまでにないタイプのロドプシン、シゾロドプシンが発見された。2020年にシゾロドプシンは、光エネルギーを使って、細胞内へ水素イオンを取り込む機能を持つことが判明した。アスガルドコ細菌は、光や酸素のない海底や、固定の泥の中に生息していることから、どのようにして多くの深刻生物が住む 光や酸素のある環境に進出できたのか、その進化的なプロセスが不明であったが、シゾロドプシンの機能解明に伴い、太陽光と酸素のある環境へ進出する際に、この独自の光駆動型の内向き水素イオンポンプを持つようになったことが示された。2020年に、ロキコ細菌とヘイムダルコ細菌が、コ細菌で初めて大型ノルナの拡張セグメントを保有することが判明した。 ロキコ細菌とヘイムダルコ細菌の LSU ルナは2つの新核生物 ES に由来することが示され、新核生物のルナの拡張は段階的かつ反復的に行われてきたとするリボソームの進化モデル、アクリションモデルと一致する結果が示唆された。新核生物にはないアスガルドコ細菌特有の特徴として、クリスパーキャス関連システムの多様性が発見されている。 ゲノム情報からは多様な栄養要求性を持つことが予想されており、ロキコ細菌は水素依存性の嫌気性独立栄養生物、トールコ細菌は有機物と異様に依存する嫌気性の従属栄養生物、ヘイムダルコ細菌は光エネルギーを利用する高気性の混合栄養生物、ヘルコ細菌は嫌気的に炭化水素サイクリングが可能な生物、シルコ細菌は 嫌気的に、ベチル酸化が可能で、多糖類を分解できる生物と考えられている。系統によっては、炭素固定に関連するルビスコや、アセチル COA 経路の遺伝子が見つかっている。なお、アスガルドコ細菌のルビスコは光合成タイプではなく、むしろ4型、または3型コ細菌タイプに属することが明らかになった。このルビスコは光合成反応における代表的な、 炭酸固定経路カルビンベンソン回路には関与せず、むしろヌクレオシドのサルベージン及び同化に関与している可能性が高い。多くの系統は堆積物生命圏で発見されている一方で、ロキコ細菌と通るコ細菌は様々な場所に分布している。また、ロキコ細菌と通るコ細菌は海洋では海底に適応しており、海底の深さと塩分濃度が分布に、 重要な要因であると考えられる。最初に電子顕微鏡画像が得られた CAP シントロフィカムは細胞内部に複雑な構造は特に見つかっていない一方で触手のような分岐突起を長く伸ばす様子が撮影されている。膜症法、ブレブおよび突起の構造は真核生物の市場加速や微重網と形態が類似している PKD ドメインがある。 S, S 層ソを保有する可能性が指摘されている。ありがとうございます。